はい、第1問。この2台で違いはどこでしょうか？わかるかな？はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら。11月発売の JAF オリジナル日産ジュークです。はい、しっかり見ていきます。このモデルは11月に発売された JAF オリジナルの日産ジュークです。フロントの部分は日産のエンブレムがプリントされてるね。でヘッドライトはシルバーの塗装になっていて、ボンネットは JAF のロゴがプリントされてます。助手席側はこんなデザインだね。 JAF のロゴがここにプリントされてて、日本自動車連盟とここにもフェンダーのところにもプリントがあります。で後ろの方はこんな感じだね。 JAF のロゴがプリントされてて、日産のエンブレムもプリントされてます。で運転席側のデザインはこんな感じだね。反対側と同じデザインになってます。で上の部分はこんな感じだね。でギミックの部分はタイヤのサスペンションがついてます。で裏の部分は日産ジューク2010年のナンバー27番のシャーシーになってます。はい、 JAF オリジナルの日産ジューク2台並べてみました。こちら側が11月に発売されたタイプだね。でこちらの方が以前発売されたモデルです。ちょっと比較してみようかな。はい、第1問。この2台で違いはどこでしょうか？わかるかな？でインターネットでいろんなブログ見てると、今年のモデルと去年のモデルでホイールが違うっていう人もいたね。で実際今回のこの2台で比べてみると、あんまり差がわからないかな。でよーく比較してみると、こっちのホイールの穴の方が少し大きいかなっていうぐらいかな。ちょっとこれは個体差なのかもしれないね。であとは日本自動車連盟の文字の太さが微妙に違うかなっていう感じです。今年のモデルの方が少し文字が細いかな。でもこれも個体差かもしれないね。ちょっと比較してみようかな。フロントの部分はこんな感じです。11月発売モデルで、去年の発売モデルです。フロント周りは同じデザインに見えるね。はい、助手席側はこんな感じです。比べてみると、自動車連盟って書いてある文字が微妙に太さが違うかな。これは個体差なのかな。後ろの部分はこんな感じです。JAF のロゴとか日産のエンブレムとか、あとカラーリングも同じかな。運転席側も比べてみても、微妙に日本自動車連盟の文字の太さが違うかなっていうぐらいかな。ルーフの部分はこんな感じです。比べてみてもカラーリングとかデザインも同じだね。で箱の方を比べてみると、この上の方が11月発売の新しいモデルで、この下の方が以前発売されたタイプだね。でも箱のパッケージの正面は同じデザインになってます。で側面も同じデザインだね。で裏の方も同じデザインになってます。この辺の製造ロットの刻印は当然違うね。はい、今日は11月に発売された JAF オリジナル日産ジューク紹介しました。で今年のモデルと去年のモデルで比べてみたけど、自分の持ってるのはほとんど同じかな。いろんなブログとか見てると違うよっていう意見も多かったけどね。でいろんなブログの記事とか見てると、ホイールのデザインが違うよっていう方もいたね。今年のモデルと去年のモデル持ってる方がいたら比べてみてください。でこのモデルはまだ JAF のオンラインショップで予約受付してるね。これから手に入れたい方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。